フランク・ダラボンはアメリカ合衆国の脚本家、映画監督、映画プロデューサー、テレビ監督。出生名はダラボンとフェレンツ・アールパード。両親はハンガリー動乱のために政治難民としてフランスに逃れたハンガリー人で難民収容所のあったモンベリアルでダラボンは誕生した。ダラボンが幼児期にアメリカ、シカゴに移住。 学生時代の1980年にスティーブン・キングに彼の短編小説312号室の女の映画化権を依頼し1ドルで取得1983年に監督として短編映画を制作するその後ホラー映画を中心に脚本の仕事をこなす1994年にスティーブン・キングの中編小説を映画化したショーシャンクの空にを監督し 一躍その名を轟かせる。1999年には、スティーブン・キング原作のヒホラー小説、グリーンマイルも映画化し、大きな興行成功を収めた。だが、劇場幼鳥編映画の監督としては仮作であり、制作、脚本の担当がほとんどである。また、ノンクレジットで脚本の手直しをしたりもしている。インディ・ジョーンズ、 クリスタル・スカルの王国では自ら脚本家のクレジットから名前を外すように要請した。2007年には監督作であるスティーブン・キングの短編小説、キリを実写化したミストが公開された。キャストにはキング作品のドリームキャッチャーにも出演したトーマス・ジェーンが参加している。2013年にハリウッドで制作中のゴジラの脚本に参加することが発表された。 監督作品の常連出演者に、ブライアン・ディビー、ジェフリー・デマン、ウィリアム・サドラーがいる。10年以上にわたって、リメイク版、歌詞451や、第二次大戦中の日系人女性アナウンサー、東京ローズこと、ト特リーイクコの電気映画の企画を進めているが、制作は難航している。劇場映画テレビ映画、ありがとうございます。